OK です。守り、いつも通り可愛いです。これで次回のリサイタルショーは完成。きっと天使すぎる守りに会場でも鼻血吹いて失神する人続出間違いなしです。それは大惨事な気が。次一気やってみろ。はい。あー、もっと腹筋を使え。腹に力を込めろ。あーなー、腹式呼吸、腹式呼吸を意識しなさい。今まで何の訓練してきた。そんなざまじゃ守りのバッククーラースは任せられねえぞ。基礎体力からやり直しだ。スクワットと腹筋各100回。マリーおじちゃん、少し厳しすぎるんじゃないですか。そんなことありません。バッククーラースとはいえプロの仕事、中途半端はダメです。守り、ありがとう。でも大丈夫だよ。ふん、ちったいい目をするようになったじゃねえか。ではレッスン再開です。スクワットと腹筋各300回。回数増えてます。伝説の初ライブの話をしてください。翼、あなたの方が詳しいじゃない。キリアさんから聞きたいんです。興奮しすぎだよ翼。でもでも、もう翼ったら、いつまでもファン気分が抜けないんじゃダメよ。そういえば翼、この前の数学のテストどうだったの？それは、翼、学業と仕事両立できてこそ本物のアイドルよ。お姉ちゃんだって数学苦手だったくせに。次はちゃんとテスト勉強もやるのよ。今もちゃんとやってるもん。それに微分積分なんてできなくても生きていけるもん。おほん、翼ちゃんにビッグニュースがあります。ビッグニュースですか？なんと翼ちゃんがダイバーテレビの新作ドラマハクションデカ魔法の主役に大抜擢されました。どうもダイバーテレビの新社長が翼ちゃんに目をつけたらしいのよね。嘘だよね。本当のはずない。オチはあるはず。まだ駆け出しアイドルの翼を。本当に大抜擢ですね。ね、びっくりよね。演技レッスン開始しといてよかったわ。ファッション誌のおかげかな。そうね、この前の雑誌に載ったのかなりいい写真だったからね。翼ちゃんの魅力に洞察されたかな。あ、わかった。これドッキリですね。いつきくん、 CCD カメラ探してどっかにあるはずだよ。残念ながらドッキリじゃないのよね。
前々からオーディションの募集してたから。タラチノクエンっていう新進気鋭の監督が撮る笑いあり涙ありの刑事ものドラマで、ターゲットは主に10代。メジャーになるチャンスよ、翼ちゃん。タラチノクエン、その監督のドラマ見たことある。それ本当に私が主役なんですか？人違いとかじゃなくて。人違いでもなく、翼ちゃんは主役よ。台本もほらもらってきたし。翼ちゃんの役は真帆っていう難事件を次々に解決する凄腕女刑事。でも彼女には秘密があって、くしゃみをすると天然でお嬢様な人格と、男勝りで生意気な人格が入れ替わっちゃうってのが売りのヒロイン。ちゃんと台本読んでおくのよ。監督、新人相手でも容赦しねえって言ってたから。今回エリーもキャスティングされてるわ。あの子も結構いい役よ。エリーちゃんも一緒なんだ、よかった。あ、ちなみに初回のゲストはヤシロくんよ。胸借りるつもりで頑張ってらっしゃい。鶴井ヤシロが。翼、精一杯やってきなさい。応援してる、翼。いつきくんは応援してるだけじゃダメよ。君もハクションデカに出るんだから。え？台本もないエキストラだけどね。人数が足りてないみたいだったから入れるところにぶっ込んでおいたわ。まずは撮影のリハーサルがあるから、その日にお台場のダイバースタジオに行ってきてね。わかりました。いつきくんも頑張ってね。お前か。なぜここに？エキストラとして出ることになったんだ。そうか。俺は台本ないからわからないんだけど、剣はどんな役を？使え。いいのか？台本は全て頭に入っている。全て？台本丸々？役作りのためだ。俺はずっとこうしてきた。お前もエキストラとはいえ演者だ。シーンの確認くらいしておけ。あ、分かった。鶴見は犯人役、翼と絡むシーンが多い役か。魔法役の織部翼は素人だ。見ればわかる。剣の言う通りだよ。翼は演技レッスンを始めたばかり。ダイバーテレビの新社長が抜擢してくれたみたいなんだ。あんな素人、何か別の意図を感じるな。別の意図？このキャスティングには何か目的があるのかな。うん、妙な男だなお前は。え？なぜ俺の言葉に耳を貸す？俺はすでに一度お前たちと敵対したんだぞ。
あんたは敵なのか。先に質問したのは俺だ。本当に剣が敵なら俺たちを潰して四季を奪っていくことだってできたはずだよ。けどそうしなかった。だから俺は敵だとは思っていない。根拠が薄すぎる。もしかしてお父さんのことなのか。剣が5年前のことを調べてるっていうなら力になれるかもしれない。だから本当に妙な男だな、お前は。え？俺の邪魔はするな。何でしょう。何だい？何だい？翼、緊張してない？緊張はしてないとは思うけど、ちょっと頭がドキドキしてるかも。思いっきり緊張してるじゃない。いい？翼は主演なのよ。だったら全力体当たりで監督に食らいついていきなさい。それがハリウッドの心意気ってやつよ。でも。よし、休憩終わり、続きいくぞ。すべて連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。私はあんな狡猾な犯人を捕まえられるのでしょうか。クシュン。面白えじゃねえか。けどよ、あたしに捕まえられなかった星はいねえ。ヒップハンター、待っていやがれ。人の道ってもんを教えてやるよ。勝った。なんだその望遠鏡は。もう一度。すみません。すべて連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。私はあんな狡猾な犯人を捕まえられるのでしょうか。もっと深刻になれよ。真帆は心の中で狡猾な犯人にビビってんだ。晩飯で悩んでんじゃねえんだぞ。はい。すべて連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。カットだカット。全然ダメ。それじゃヒップハンターのヤバさが伝わってこねえよ。皆さんお疲れ様でした。ドラリハはこれで終了です。お疲れ様でした。オーディションでも言いましたが、このドラマで俺は視聴率 50% 超えを目指してます。なんだ結局いつものタラチノじゃん、などと言わせるつもりはないので、死ぬ気でついてきてください。というわけでオリベ、ちょっと来い。え、今日は終わりなんじゃ。終わるわけねえだろうが。マホってキャラクターの魂がわかるもん。お前は居残りだ。気張れよ、オリ。監督の巣に連れてかれた。やっぱり鬼の仕事が始まったか。完璧目つけられたよな。監督、演技できない奴に厳しいもん。交番も時間の問題だな。
翼、大丈夫かな。こればっかりは翼が自分で乗り越えるしかないわね。だらちの監督のしごきは夢に見るくらい厳しいけど、耐えきれた役者はぐんと伸びるわ。詳しいな。私もタラチの作品に出たことあるから。そうなんだ。タラチの監督ってどんな人？一言で表現するなら情熱の塊ね。だからとことんまで表現にこだわるの。そのこだわりが強すぎて一部では反感を買ってるらしいけど、作品の出来は文句なしにすごい。へえ。って監督の話をしに来たわけじゃないのよ。この後私個人レッスンするから、いつき付き合いなさいよ。翼とやったらいいんじゃないかな。翼はもうヘトヘトだったから。監督の鬼のしごきの後で私のハリウッド的演技指導についてこれるわけないじゃない。それにハリウッド的には休むのも仕事の一部よ。今日言われたことを自分なりに消化する時間が必要なの。なるほど。そういうわけだから、いつきが練習付き合って。それじゃあ先にレッスン場に行ってるから、あまり待たせないでよね。